枠なりの3対3進入体系定番通り、並びの方はインコースから1番2番3番4番5番6番の体系で今スタートいたしました。スリット通過後若干センター勢好スタートを切っています。一周地マークへ向かう先行争いでありますが、まずは円から逃げる体勢は1号艇、さあ2号艇が差し構え、3号艇がまくり差しのハンドル、バックストレッチ向こう正面でありますが、さあこの3号艇が抜けるか、陰線残して1号艇最内のから2号艇、さらに5号艇接近、向こう正面からこれから2マークの旋回、スタートの方は前提正常です。まくり差しのハンドルから3号艇の中村ヒューが一定心優勢、その後2番手争いを打ち落としていった2号艇、アウトの方から1号艇、さらには4号艇が回って5号艇が最内を刺そうかという体勢、上位の体勢は現在は3番1番。進入体系定番通りインコースから1番2番3番4番5番6番の体系、気流特選の第12レーススタートいたしました。スリット通過後大きな差ありません。1周1マーク最初の勝負どころ、インから逃げる体勢1号艇中村ヒューが2号艇が付け前に行きました。内側のから3号艇が刺して左打ち切り込んで4号艇バックストレッチ向こう正面、さあ印象を仕切るか1号艇2番手追走でありますが、赤い勝負か3号艇地元大沢か、内をつきましては今度は4号艇も接近いたしまして向こう正面から2マーク、ターンはいいターンできたかなと思います。まあ今のは絶対入ってるなっていう感じの見え方だったんで、全速でいけました。いいスタートでいけたかなと、はい、しっかりと回転も合わせられた感じですか。そうですね、ゾーンは入ってると思います、うん、まあ今のベース崩さないようにしっかり回転合わせていきたいなと思います、うん、明日からも頑張ります。応援よろしくお願いします。